いいかお前ら、俺には夢があるんだ。この世界の全ての富をいずれは俺たちゴールドハンターズが手にするって。カッコつけながら人の尻触ってんじゃねえよこのドスケベ。リーダーズらも大概にしなでっけえ夢だよ。そいつはあんたじゃない、あたしだよ。あリク水銀だな。そうですけど、あなたは。ふん、俺の名はテムジン、トーテムズのテムジンだ。グレイブバスターで待ってるぞ水銀。待ってくれ。もしもし、テムジン。課金したのか？ディバインコインを手に入れれば20万が100倍にも200倍にもなるからな。私、あんたに興味あるかも。ついてくるかい？ついてくー。な、50万、俺は50万課金する。私、あんたに興味あるかも。獲物の皆さん、現れませんね。小雑魚ばっかり相手じゃ体がなまっちゃうわ、はあ、でかいこと言うからあんたと組んだのに一体どうなってんのよ。今にでっけえ獲物がかかるから、まあ慌てんなってだといいけどね。ねえ。あ、どうした？こんなこといつまで続けるの？今だけ。この世界、金すなわち力だ。金さえありゃプレシャスのお偉方も俺たちに一目置くようになる。そん時は一緒にいい夢見ようじゃねえかなあ。兄貴、あそこに。お、油の乗ったカモちゃん発見。よし、あれ行くぞ。お前ら、準備ならできてるよ。そういうことだよ。グレイブバスターの新規登録者はまず初心者登録を受け、エントリー試験にパスしなければならない。正式にエントリーしたプレイヤーは読書100編理おのずから通ず。熱心だね、水銀。論書。それじゃあ、グレイブバスターのこと。うん。そりゃまた好都合だ。好都合って？彼女、こう見えてもゲームマニアでね。クローズドベータのモニターもやってたのさ。よろしく。なかなかの切れ味だぜ。20万の課金は伊達じゃないってな。素敵。財力は力、弱肉強食だぜ。お強いのね、あなたたち。まあな。頼もしいわ。そこを見込んでお願いしたいことがあるんだけど。行ってみな。ちょっと待って、そんなの怪しすぎない？
私たちすっごいお宝発見したんだけど、そこには怖いモンスターがいっぱいいて襲われそうで心細いの。このお姉さんがモンスターに。いやほら、ファリーちゃんからもお願いしなさい。よろしく。こっちはこっちで可愛い。そっけない態度がむしろそそる。じゃあ早速行きましょう。ちょっとあんたたち待ってよ。このグレイブバスターの現在の覇者はプレシャスと呼ばれる組織を率いるダークタイガーである。彼らプレシャスは豊富な資金を背景にゲーム世界を牛耳り、プレイヤーの金やアイテムを奪って勢力を増やしている。だが最近ではそれに対抗する勢力もあり。トーテムズのテムジン？またヤバいとこついてきたわね。トーテムズっていうのはね、プレシャスに対抗する新興勢力なの。テムジンはそこのリーダーで何でもありの無法者よ。すべてを食らう恐ろしい男って呼ばれてるわ。すべてを食らう。すべてを食らう男。すべてを。帰るぞ。居心地はどうだ。自分の家だと思ってくつろいでくれ。必要なものがあれば何でも届けよう。返してください。悪いがそいつは聞けねえな。そのうちにお前さんの方からここにいたいと願うようになる。気の強いお嬢ちゃんだ。まあいい、そうでなくっちゃ面白くねえ。何もいないみたいだけど。俺たちの装備を見て逃げ出しちゃったのかも。あるあるある。だって私たちさっきあの廃坑の中で変なモンスターにぬちょぬちょのヌルヌルにされたんだから。たく、なわけ。しかもその時300万も取られちゃった。お姉さん、ロリッコちゃん、俺たち閉じ込められちゃった。助けてよ、ねえ。こういうドアホーども、誰が見たってあたしらはめられたんだよ。そんなここから出せ。で、出して、上に訴えてるわよ。やれやれ。あれは兄貴。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。金を稼げと俺を呼ぶ。金のために生き、そして死ぬ男。人呼んで黄金の両三郎。またの名を。ワイルドウルフター。俺のことだ。